ます。ビデオには映らないですけど、猛烈な大雨です。12月1日、今日から12月、雨からのスタート。雪消える。やばいっすね。気温はプラスの6度ぐらいかな。 5.5 か6度ぐらい。いやー、これは風も強いし、雨も強いし、まあ、雪にね、夜には雪に変わると思うんですけど、まずい状況です。ラトラックも今日は多分動いてないかも。午前中は雨でひどいのでお休みなんですけど、洗濯やらいろいろちょっとね、身の回りのことをやろうかなと思います。今洗濯が終わりません。終われ。洗濯洗剤はですね、このアタックゼロ、衣類よみがえるゼロ洗浄へ、抗菌プラスウイルス除去防カビ、洗濯槽の防カビか、これ使ってます。これ2回プッシュぐらいでいいんで、あの無駄に洗剤を使うことがないっていう、あの商品です。無駄遣いやめよう。無駄遣い SDGs 終わんなくね。終わった。よっこら小一。エレベーターに最速で乗る方法、まず閉めるボタンを押した後に回を押す。これが一番エレベーターを早く動かす方法です。到着。だいぶ人が減りましたね。廊下もまだ靴とかいろいろありますけど、だいぶすっきりしてきました。What?午後から雨が止んで、外でのトレーニングも、まあ、できそうだったんですけど、もう今日は雨降ってコース状況もあまり良くなさそうだったんで、割り切ってワットバイクで、まあ、イージートレーニングですね、動的休養的な感覚でトレーニングするようにして、トレーニングすることにしました。YouTube で黒川の動画見ながら漕いでイメージトレーニングも兼ねております。
おまけ。